こんばんは。今からですね、ロケットストーブを作りたいと思います。堀さんです。こんにちは。はい、しおみです。こんにちは。じゃあ早速部品の説明からいきましょうか、堀さん。はい、はい。本体に使う、20リットルのペール缶です。ディーゼルオイルを入れてたやつです。普通ガソリンスタンド行ったらもらえると思います。はい。断熱材用のパーライトっていう、こんな土壌改良材ですね。はい。断熱材になればなでも入れる。はい。それからこういうエルボって言いますけど、はい、なんか缶、こんな、よくコーナンとかホームセンターで売ってるやつですね。こんなやつです。それと煙突に使う、はい、こんなにたくさんいらないので切って使います。はい、この煙突ベースしてはこうやってこの辺で切っちゃうって感じですね。それではここに、穴を開けていきます。はい。まずもらっていた時は蓋がついてるので蓋を剥がします。そこにバールでこういうところを当てると、はい、蓋を取ってます。はい、蓋が取れます。で、残ったオイルがあるのでこれを拭き取ります。はい、キッチンペーパーで拭いていきます。すみませんけど、はい。さて穴を開けます。次穴開けます。直径10センチのパイプを買ってきたのでこの10センチの開けるための蓋を取ります。してなるべくそこ深い方がいいと思います。で、道具のない方はなんかこんな尖ったやつで穴開けてハサミで切るっていうのもあるんですけど、ここには電気があるのでディスクグラインダーで一気に切ってみたいと思います。はい、こんな感じでこれを向こうの方へギューッとこう押し込んでいきます。手で押し込みました。はい、こんな感じですね。で、これが向こうへこう刺さる感じですから、はい、こう出てくるのがいいですよね。はい、大きめに開けて絞った方がいいようです。いいようですね。あ、これで向こうからいいね。こうなるんですね。はい、こんな感じ。これ でこれを、ちょこ手ずるのはベルトとか使うのもいいんですけど、このささくれだったこれをギューッと集めてきてこれでもよくします。こういう、で、中はまあこんな感じ、この辺ですよね。持ちましょう。はい。ているのでとします。堀さん、もともとそのこの径とこの下のやつのこの直径は、
違うんですか？はい、こういうのよりこのパイプの方が、はい、ちょっと一回り大きくて、はい、このパイプの内径が、はい、こっちの外径に合うようになってます。もともとそういうそういうものです、ちなみにこれは、直径10ミリのやつ、はい、にしています。10ミリ、はい、10センチですね、はい、でペール管には多分この10センチが僕は一番合うと思うんですけど、この上は12センチなんですけど、はい、ちょっと大きすぎる気がします。こんな感じで、はい、はい、なんかいい感じ、はい、でここ外にもつなぐんですけど、これを耐熱にするために、この中にジョバッと入れます。はい、パーライトをこのくっつけたやつに入れちゃうと。今回は、ストーブ用にするのでこう直接入れますけれど、ちょうど真ん中に、すごい軽いんですこれ、はい、めちゃくちゃ軽くて20リッターって書いてあるパーライトがだいたい1袋、はいはい、このペール缶がもともと20リットルのオイルが入ってるやつなので、なるほど、でこの一応完成なんですけどつけてみようかと思ってます。でこれをつけるのには、これまたこれを間に挟むということで、うん、これでジョイントするということになるので、じゃあこれを切っていきましょう。はい、入りました。でこれをプチュッ、はい、完成です。おー、レンガなどを、はいはい、この上に茶瓶など置かれるといいかと思います。はいよ、完成です。完成です。だいたい15分ぐらいですか？そう、だから電気があって道具があってアラクタクやればこんなもんですね。はい、これを手作りでやると花の子とか、はい、金槌とかハサミでやるとちょっと時間がかかると思いますけど、はい、道具が揃えばこんな感じです。はい、はい、では試験テントです。用意するものを、ライター、今とりあえずお箸を2000持ってきました。これもちょっと割ってみましょう。割れません。気をつけると、そしてはあの新聞でいい、これ普通に一次燃焼でこれで普通なんですよ。でこの熱が上に上がるのを向こうに持っていくんですね、で吹きますね。これで空気の道がこっちへ流れました、のでここ煙出てこないですよね。これはここから空気を吸い取って出てくるのこっちなんです。でこっち熱くないですけど、ちょっとこっち見てください。こっちびっくりするほど熱いです。で一回火がついちゃうと、煙全然出ないでしょ。でからくりとしては普通にここで燃えてるんですよ。これ一次燃焼で普通に放っとくとここからブワーッと出てくる、焚き火なんかでやるパターンです、でそれを風を向こうへ送ってやるとこっちから吸い込んでここから抜けてくる。で抜けてくるのは、一回出てくると吸い出しになるので、でこのここ触っても熱くないんですね。これパーライトのおかげです。でパーライトとこの管の間に熱の流れるのが出てきて、すごい勢いでこうで、これが今まだちょっと煙出てますけど、これは多分オイルの煙だと思います。
で、そうするともうここにあの普通、今これちょっとちっちゃい木ですけど、大きい木でも突っ込んどいたら、もう延々燃えてると。洗剤です。で、この洗剤を、手に取って、この底に塗っときます。ギューッと。塗っときますと、これ使った後に炭で真っ黒になってしまって、それをゴシゴシやらなくても取れます。これ意外にみんな知らない。やっとかれることをお勧めします。はい、今ロケットストーブが中がこんな感じです。こう入り口がこんな感じで。出口がこんな感じになってます。すごい勢いでいってますね、うん、いい感じですね。なのでこれ土で作ってもいいし、ブロックで組んでもいいし、何で作ってもいいです。とにかく耐熱をして空気が上へ流れていくようにすればいいです。さらにこれで暖房を取ろうとする場合は、この上にもう一個蓋をして、でこの横からもう一個煙突を出すと、ここで1次燃焼、2次燃焼、ここで下がってもう一回入って3次燃焼、4次燃焼、すごいクリーンが生まれてくると、この上のところにはこれつけるそのペール缶そのものが真っ赤っかになって焼けますので、すごくこうあったかいということになります。こうやってお湯が沸きました。コーヒー飲みます。美味しいです。味が中華です。